こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これです。1978年にテキサスインストゥルメンツが発売したスピーク&スペルというおもちゃですね。映画のね、 E.T. で見たよという人もいると思うんですけれども、子供が単語を覚える、おもちゃなんですよね。ここに今日は持ってきてますけれども、こういう感じでですね、言葉遊びのゲームとか暗号を作ったりして遊ぶという画期的なおもちゃだったんですけれども、今日はこれを作っていきたいと思います。1978年6月に、CES と言われている見本市で発表されて、業界をすごく驚かせたんですよね。創刊間もない頃の、月刊スキーでも記事にしています。パソコンもまだ喋るソフトもなかった時代に、流星のように登場した歴史的なデジタル系のチーク玩具といえます。僕はね、新宿の紀ノ国屋書店アドホック館に売られていて、やっぱりすごい驚きました。米国とイギリスと日本で発売されたんですね。おもちゃで喋るって、それまでもね、小さいレコードが中に入ってるとかあったんですけれども、デジタルなので何しろインタラクションができる、対話的なことができるってことですね。その後、フランス語版、イタリア語版、ドイツ語版も発売されました。それからスピーク&スペルのシリーズで、スピーク&マスとか、スピーク&リード、それからスピーク&ミュージックといった商品も発売されました。7歳の子供がですね、200個の単語が学べるという機械なんですけれども、これの中にはこの TI という会社がですね、最初のシングルチップ音声シンセサイザーというものを入れていたんですね。線形予測符号という方式でですね、 TI のパソコンでも音声で喋るモジュールなんかも発売されていました。これはおもちゃなんですけど、同じ技術を使ってですね、自動車が喋るとか、いろんなものも発売されたそうです。ということで、できました。真空蛍光表示板、これもかっこいいし、音もかっこいい。2019年に発売から40年も経って復刻版が発売されて、米国ではすごい話題になったんですよね。時代を超えたマシンと言っていいと思います。20年ぐらい前にこれを改造してボイスシンセサイザーを作るのが米国では流行りました。で、このスピーク&スペルの中古品が品薄になったりしたんですよね。未来っぽいんだけど懐かしいという感じで、いい感じだと思います。ということで、来週もやります。見てください。